見れば見るほどです。はい。さあ、まあ、いろんなことがね、世界では起こっておりますけれども、さっきの政治というようなことに関してもね、はい、ああ、そこの国はそういうふうなんやな、というふうに思ったりもいたしますが、そしては、我が国日本はどうやろう、どんなふうな動きがあるやろうかということからいたしますと、こちらの対応、あ、そう、政治で言うならばね、ちょっと軽めというか、これ重いかもわかりませんけれども、他、国様々やな、と。北朝鮮という国、はい、日本という国、アメリカという国、いろいろありますが、慶派の武士神経さんですが、南米ウルグアイ。ウルグアイ。ウルグアイで青少年の犯罪を抑制するためとして、政府の管理下で大麻の栽培や売買などを法律で認める法案が可決されました。これまでも大麻の購入使用を認める国や地域はありましたが、一般市民に栽培から購入使用までが合法化されるのは世界で初めてのことであると。栽培からずっとも、はい、購入まで、はいはい、今回可決された法案では、事前に政府に登録した18歳以上の国民に限って認められるもので、1人当たり1ヶ月40グラムの大麻を政府の許可を受けた薬局で購入できます。また栽培についても1年間およそ480グラムまで認められるとのことです。ウルグアイ政府は大麻、合法化で密売をなくせば麻薬組織壊滅につながるとして、大麻合法化とのことです。この法律は4月4日にも施行されることになるそうですが、子どもが大麻を手にしやすくなるといった批判も相次ぎ、直近の世論調査では3分の2以上の国民が法案に反対しているそうです。国挙げて賛成かなと思ったら、うん、国はこういうことを決めましたが、はい、国民は3分の2以上がこれ反対しているということらしい、ね、どっかの国においてますね、国民は反対しているけどなんか法案通っちゃうというのは、どこの国でもあることですね、はい、あるんですかね、まあ、あります、あります、反対の理由は最もですがね、大麻は他の禁止薬物に比べ身体的依存性は低いものの、精神に作用する薬物ですからね、おそらくウルグアイ政府としては新たな収入源として、さらには大麻利用目的の外国人観光客誘致も考えているのではないかと思いますと。なるほど、最後のところですね、はい、国民は反対してます、そして国の言うことによりますと、いわゆるそういう非合法組織が莫大なこれによって利益を得てくるという悪が繁栄している元となる資金を断つということにつながって大変いい状況になってくるであろうということなんですけれども、もう一つ目的としてはこの方が書いているようにですね、ああ、これも収入源だから、タバコからタバコ税取れますもんね。お酒からお酒税が取れますでしょ、うん、日本でもね。はい、この大麻にも税金かけたらいいわけですよ。かけられる。大麻税。認めることによって。はい。はい、ねえ。そういうことによって収入、税収が増えるということ。うん、さらには、あそこ行けばですね、堂々とですね、うん、街中で、うん、まあ、街中かどうかわかりませんよ、うん、街中でタバコ吸ったらあかんいうとこもあるぐらいですから、うん、街中かどうかはわかりませんが、別にあそこでウルグアイ行って、うん、タイマー吸ってました、例えばホテルへ泊まって、うん、なんかこう吸っているということでも、別に堂々とその国では、ああ、いけるぞ。ええやないかということで、今までこそこそ本当に俺はもう世間の目を気にしながら捨ていたと。ちょうど酒飲んだらあかんよという神さんのもとにですね、ちょこっと隠れてお酒飲むみたいな、もっと堂々と飲みたいというお父さんもいると同じように、同じかどうか分からない。法律で認められてる、認められてないは大きいですからね。はい、はいはい。堂々と吸えるなという世界中からですね、うん、夢のような環境やなと。行って観光客がバーッと来るならば、うん、はい、これものすごい、また収入に。国として収入になってくるんじゃないかというのが、まあ、この方のご意見。チタのヒゲさんからいただいておりますが、ウルグアイで大麻の栽培販売が合法化されましたが、信じられません。大丈夫でしょうか。ますます治安が悪くなるんではないでしょうかね、という考え方もあるようです。だから国民が3分の2反対してるんですね。そうですね。大麻、それは覚醒剤なんかと比べると依存度低いのかもしれません。全くないわけじゃないでしょ、依存度。はいはいはい、で、中毒によって止まらなくなるってことも全くないわけじゃないでしょ。うん、で、やっぱこう、40グラムまでとか、うんぬんっていうのがありますけど、うん、
結局はそこでとどまらなくなりそうな気がするんですけどね。そうするともうそれ以上は法律違反ってことになるってことになると、うんうん、結局その密売とか、うんうんうん、そういうところの市場っていうのは今ほどではない、そのやりたい放題ではなかったとしても、うん、なんか依然としてあるような気がしますけどね。ここのね、小高さんの話をもう一遍別の言葉で言うならば、うん、悪い組織の撲滅ということが目的であるならば、はい、1人何グラムという制約をしたらあかんよね、うん、やっぱりそれ以上のものが欲しくなったら、欲しくなったら今度は非合法的なところに頼らざるを得ないと、習慣性とかなんか、これ今のタバコと同じで、タバコでももしそういう規則があったら非合法組織やなんかがまた暗躍しそうですよ、はい、1日ですね、1箱までですよ、2箱4箱吸う人にとってはですね、うん、これじゃあ1箱吸った後2箱目はどこで手に入れよう、はい、っていうことになりますよね。逆にこれ認めることによって大麻人口っていうのは確実増えそうでしょ、だって入り口は合法なんだもん、うん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 、人口増えればそうやってもうはみ出してしまって、もうあかん、もう制限以上になっちゃったっていう常習者の人口も増えるわけでしょ、うんうん、そうすると裏市場のお客様も増えるわけでしょ、うん、だから市場としてはそんなに小さくならないの気がするんですけどね、うん、どうなんでしょう、そんなことないのかな、どうですかね、これまあだから、まあ、ある意味ではですね、まあ、いろんな、人間っていうのはね、さまざまな思考をするわけですから、はい、試していろんなことをやってその結果が出てくる、予想通りの結果になるのか、はい、とんでもない方向へ行くのかというのは、まさにウルグアイは実験国、はい、私たちは70年代の頃のあれはもうとにかくヒッピーの時代で、もういわゆる薬物とか麻薬発信しね、はい、様々なものがこう横行していって、アシッドロックといって、はい、堂々と薬をやって音楽作りましたというようなジャンルもあるんですよ。そうなの、はい、で僕らの年代からすると、うん、ちょっと年代的にじくじたるものがある、こういうのあかんぞあかんぞとみんなが言っている、うん、言っている大人たちが若者たちにそういうものをやらせて、それによってできた音楽で大儲けして、うん、結局若者の血を吸い上げながら膨らんでいったこの資本家どもめというようなね、そういう言い方もあるわけだ、言い方もあるし、うん、お前らなんやと、うん、本当に悪いんやったらこれでお前ら金儲けてたんと違うのかと、はい、いわゆるサイケデリックミュージック、サイケデリックアート、はい、これでもって大きな商売をしていた人たちがいたわけですから、うん、ね、で若者にはあかんと言いながら吸わせて、はい、ほんでそれで儲けている、はい、それによってあかんことによって出てきた産物は堂々と飽きなっていいんかというようなことからするとね、僕らの年代はね、いろいろこの問題については非常に微妙なじくじたる思いがあるわけなんですね。そしてその当時はアメリカはもうフロリダの湿地帯をですね買い取って、許可が間もなく大麻の許可が出るから、はい、あの辺もね、大手のね、会社がもう買い占めてるんやという噂までずっと出てきたような、はい、その年代を通り越えてきた我々にとっても非常にこれはどんな風なこの国は着地していくのかというところはね、ものすごく気になるところでございます。